任せついてくれ。よし。
やる。したぞ。何かアイテムが手に入ったよ。何オーブだって。キリト君、鳥のレリーフが彫ってあるな。4つ目ゲットだね。ダンジョンのある浮島も残り少なくなってきたな。一気に攻略しようぜ。そうだねお兄ちゃん。
らっしゃいね。おう、何か欲しいものがあるのか。ありがとうな。ありがとうな。他には何？いつでも。何か買うのか。他の品も見ていってくれよな。マイダーリー。他の品も見ていってくれよな。他の品も見ていってくれよな。マイダーリー。マイダーリー。やめんのか。他の品も見ていってくれよな。マイダーリー。マイダーリー。他の品も見ていってくれよな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 。え？
つでも来いよ。わかった。
だぜ。頑張って。その可能性が高い。
で決めてやる。よし、これで決めてやる。キリス君、私の活躍見てくれたかな。力が戻ってきたよ。Thank you.
したことなかったな。こんなの楽勝よ。はい、一丁上がり。やったー。わーい、やったね。パーティーの綺麗な方。ほんとね。これで6つのオーブが残って。それって RPG でよくある展開だよな。定番だけど鉄板で。これを使うか。調子で頼むぜレイン。よかったらご覧になってみませんか。今はこういったものがありますよ。またいつでも来てくださいね。どうしたの？いつでもいる。よろしくね。鍵がかかってるのかしら。そうね。あ、この扉6つ穴が開いてるわ。そうか、なるほどね。キリト、アスナ、オーブをはめてくれないか。ああ、わかった。こう？これで決めてやる。
これで決めてやる。しまった。今の攻撃良かったぞ。はい、任せてくれ。
するのは元気になったらこれで決めてやる。はい、せい、これで決めてやる。これを使うか。
が切れたのか。これならどうだ。はっ、これで切れてやる。この程度かすり傷だぜ。頑張って。マナーが切れたのか。楽しくなってきたぜ。キリト君、キリト君、体力気をつけて。頑張って。これで決めてやる。はい。俺たちが先にクエストを攻略したぞ。先を越されたか。スメラギか。悪いが、裏世界解放クエストは俺たちがクリアしたよ。今回は一歩及ばなかったが、だがこれはただの通過点。まだスバルトエリア攻略の途中だ。ここからは裏世界攻略が始まる。つまりここからが後半戦だ。最後は俺たちシャムロックが必ず先に制覇してみせる。ああ、俺たちだって負けないぜ。なあスメラギ、俺たちの勝負とは関係ないんだが、セブンは最近元気か？どういうことだ。セブンのことについて貴様に心を許した覚えはないぞ。いや、最近見てない気がして。あいつはまだ子供だから気張って無理をしてるんじゃないかってさ。貴様が気にすることじゃない。セブンは、あの子は貴様たちなどには到底考えつかないような崇高な思考の下で生きている。貴様らのような下賤な者たちとは違うんだ。そんなわけあるかよ。まだ年下もいかないあの子は大人たちに揉まれながら必死に周囲の期待に応えようと努力してるんだろう。人並み外れた力を持つ神様みたいに扱うのはどうかと思うぜ。キリト、俺は貴様を認めている。だがシャムロックの活動のことについて貴様にとやかく言われる筋合いはない。あ、おいスメラギ、待てよ。お兄ちゃん。俺もスメラギを認めてる。一度剣を交えたからわかる。すごく強くて攻略に真摯なプレイヤーだ。でもシャムロックとしてあの子はセブンを打ち上げて一体何がしたいんだ。あ、ついに解放されたみたいだよ。スバルト・アールブヘイムの裏世界。本当の戦いはここからってことだな。うん、くよくよしてる。ああ、シャムロック。お、そうだ、表世界の攻略記念と裏世界の。そうね、賛成。それなら。よし。スバルト・アールブヘイム。ちょっとねえねえ、早く。それでは皆さん、グラスを持って。たくさんあるから。レイン、なんでそんな隅に。いや、皆さんで。そんなことないさ。レインちゃん、あなたがいてくれて。アスナちゃん。レインもみんなの輪に。最初はどうな。やっほ。ついに裏リーファはスバルト。とりあえず。そうか。レネゲイドっていうのは普通は同じ。レネゲイドは多種族でパーティ、実力を買われて。ああ、ちょっと、君の戦い方。そこで私としてはゲットシーの兵士になれば三色おや。あ、
キリトさんはお昼寝大好きですよね。そうね、他の寮の兵士にな、ひどいわ。あと、なんといっても猫耳、ね、さっきリーファが言ってたように、どこかの種族につかなくってもいいんだよ。スプリガンってトレジャーハントが得意だったら、トレジャーハンターとして、私と組んだら武器、それなら私もキリト君に協力でき、あたっ、ハスナ、両腕を拘束されてて後ろを振り向けないけど、ものすごくこっちを睨んでいるのは背中が、まずい。サクヤさん、アリシャさん、悪いんだけど俺はどこにも、もともとソロプレイヤーだし、それに気の置けない仲間と、うん、やっと離れた。まあ気が変わったらいつでも言って、こっちもだ。ああ、お俺、さーて、残念ね。そうん、トリビエート、キリト君、それに、あなたに一言言い、そしてよくもショムロックを任してくれたわねって。あれ、その子をだ、ああ、こいつはお前に会いたくて、シャムロック、ん、ああ、はい、でも嘘をついてシャムロックに入ろう、いくらゲーム中のギルドとは言っても。ごめんなさいシセブン。うん、分かれば歌を歌ってあげればいい。あ、うん、で、あらら、キリト君以上にアイドルとして張り合いのない相手ね。まあいいわ。うん、それから俺たちは仲良くだ。シノ、まだ。キリト。でも、キリトが言うように悪い子じゃないのは理解。それを必死に隠して。だから完全に。まあ。でもそれを言うなら。え？気に触ったのなら謝る。でも俺も、お前がレインに抱いているよ。キリト。でもシノンはいいやつだ。だから俺はシノンが何もよ。なるほど。私は無意識のうちに自分と照らし合わせちゃって、それで察してしまった。いや、俺はシノン。分かった。あ、その後エギリの店に、俺はスメラギとの一件。どうしたの？また来てね。ちょうどいい。ん？実はね。エンシェントリング。そう。プレイヤーメイド、その素材は。なるほど。エンシェントリンゴを作るには名称と呼ばれるようなレプラだから私。でもというわけで。ああ、ほんと難関。それでアルフの羽とアルフ、アルフ、ええ、あれが、そうみたいね。ああ、はい、あ、この洞窟はな、しかし、じゃアルフを殺した魔物が旅のお方。最終クエストって聞いてたけど、モンスターを倒さ、そうみたいだ。わかりました。ほ、しかし、そういう設定、このまま魔物を掘、世界の、なんか、そなたら、会話が終リズ、あった、こんなのかすり傷よ。
れてやる。てい、これで決めてやる。あたしにだってキリトの島が守れるんだから。もしかしてリズ、ね、ちょっと、いや、あたしはいたってくリズ、すべては遠征って言いつつ、嫌なものはいい、ほら、はい、はい、これで決めてやる。
したことなかったな。私だってこのくらい戦えるわよ。やった。なあ、おっと、そう、へえ、このクエストを進む、エンシェントリングの素材を集める、こんな位置俺にはロマンがない。まさてと、なあ、シノン、ええ、だこの前一緒に大型、ああ、ロッ、いた、見張り番の隣、クエストが進行して生成されたみたい。お前たちよく来たな。ああ、分かった。実は先日、現在アースシン、お前たちにもロッ、オーディン様はお、ま、ここにある移動用、分かったわ。へえ、そう見た。強き妖精たち、早速だが、奴はアース神族から受けた恩、このまま奴を何としてでも、このクエストを攻略するとは。そうね、でも、かん、実は先ほど使者から知らせが入った。現在は奴の娘ヘルノを治める冥界に滞在しているということ。直ちにそ、ああ、冥界への移動、裏世界か。このフィ冥界って言わ、そんなの、シノ、キリトは前衛頼むわ。分かった。えっ、はい、任せてくれ。さあな。え、いきなり後ろから矢が飛んで、油断してた。あんた、いつまで私の上に乗って、ごめん。今回は一応助けて、そう、不覚を取ったのは私だしね。いや、代わりにしな、キリト、あ、それで私のせ、もう姿は見え、んまだ見えるのか。さすがエール王一の使、それだけじゃない、え、この距離から狙うのか。そんなロングレンジで攻撃したら、それならアシスト、お、うん、すごい、ほらなあ、
ロキとヘルカ。そうみたい。あれもう父上、ここは私が食い、うん、あ奥に消え、娘に任せて自分は待ちなさい。私の簡単にと、しょうがないわね。私を倒したロキの計画元凶。ああ、せヘルは倒されちゃったのか。もう逃げられないぞ。君たちは俺の計画の邪魔。でも俺ヘル、よくそんなことが言え。それは手段であっても。何それ。まあただ単に神のいなくなった世界がどうなるの。君たちはその犠牲者さ。ここで消えてもらうよ。多分これがこのクエスト最後のバトルだ。気を引き締めていくぞ。
もちろんよ。クリア。見かけ倒しか。君たち、ようやくひざまずいた。オーディン、我が義兄弟の最後を見取りに来たのだ。相変わらず趣味が悪いな、王子。ザレ事を。それは何だと。どこに行ったの。皆さんごきげん。逃がしたか。な、これってもしかして。嘘。ここお前たち、取り逃がしはしたもののロキにはかなりの痛手を負わせることができた。さすがの奴も計画を延期せざるを得ないだろう。礼を言うぞ。その功績、え、我がアース神族と巨人族の間の対立は未来永劫続くである。その対立を終焉に向かわせるにはどちらかが滅びなければなら、無論我は来たでな。オーディンが来た。いや、 NPC ぜひとも手合。まったく。それはシノ、うん、シノ、ねえ、そうだろ。そうだけど、キリト、え、ラグナロク、巨人たちと神々とは、その結果ロキをはじめとした巨人族は滅び、神々も多大な犠牲を。結局私たちにはロキを止められなかった。どんなに頑張ったって。あら、そんなことはないぞ。え、よし、それじゃあ俺たち一応ロキには勝ったし、他の奴らと戦ってもそれで神様でもそういうどでかいイベント来ないかな。運営会社にでも意見今回のクエストはシノンと。そうね、それじゃあ。
要なことはあるかしら。他にやりいつでも何か買うのか。いっ、でも来いよ。キリト君。ああ、お、うん、私たちもす、ごめん、うん、よかった。それでとりあえず回復アイテムは持てるだけ。まずはみんなの役、アスナ、この前は。でもよーし、あっ、はい、任せてくれ。ここまでは順調。もうすぐ。この調子で。そうね。まあ全滅してももう一。みんな。どうしたの、キリト。奥に誰かいる。それって。おそらくな。とにかく先に。あのプレイヤーたちは。シャムロック。またあいつらか。勇気。ボス部屋に続く道で集まって。ええ。人のことは多分まだメンバーがこの様子だと。一回は挑戦できる余裕がありそう。本当？先に通してもらえるように。なんだ貴様。先にボスに挑戦したいから。それはできない。ここ、え、それ、この後我々がここのボスに挑戦するのだ。すぐに攻略するって言うなら別だけど、そうじゃないなら先にやらせて。ダメだ、こっちを。そんなの納得できないわ。そっちこそ準備が終わってから来ればいいじゃない。知ったことか。不満があるなら。何よそれ。あ、おい、うん、ねえ、つまり僕たちがこれ以上どうお願いしてもそこをどい、ああ、そっか、じゃあ仕方ないね。戦おう。なんだと。え、アスナ、ぶつからなきゃ伝わらない。例えば。でもこんな大きい。そうだね、好んで戦いたくはない。でもね、アスナ、今はそれでも、まあ、スピンだ。それが勇気に。ぶつかるも引くも、キリト君。それじゃあみんな行くよ。これで決めてやる。
まだ戦う。後方からシャムロックのペッシュ。おいお前ら、あ、熱い。ちょっと待った。え、クライン。っていうかキリトよ。戦闘に入る前にこっそり目、悪いけど俺たちに。ちょっとリズ、アスナさんたちがピンチだ。間に合って。うわっ、この姉ちゃん強え。なんストレア、でも単にキリトからの頼まれご。うーい、おいキリト。ああ、一つ貸しだからな。ああみんな。それじゃあみんな。いいよ、アスナ。どうしたの、助けに来てくれたの。数が数だけに。まただから。でも僕、そんなことない。アスさあ、ひょー。独り占め。アスナさん、シューネさん、お疲れ。みんなすと特に。ああそんな。ああ、それに、そうだ大丈夫。ちょうど今無事よかった。本当に。いえ、まだやること。なんだ、打ち上げ。打ち上げ、攻略が成功した後やろう。出発してから打ち上げ。なんで遠足みたい。そうと決まったら、ま、なぜタル、タル二つをか、おっさん、偶然そうな。もちろん打ち上げは大人数でや。ええ、あの方々も含め皆さんがいなければ。ですからドロップしたアイテムは全部お渡ししますね。え、
あ、別にいいよそんな。しかし、じゃあその代わり私をスリーピングナイツに入れてくれないかな。私ね、ギルドに入るのが怖かったんだ。みんなをしっかり引っ張っていく。そのせいで仲間に厳しくし、キリト君たちと出会ってギルドに入ったら、またでもスリーピングナイツのみんなとはそんな心配事を忘れちゃうくらいすぐに打ち解けられた。アスナ、それにね、私ぶつからなければ伝わらないこともある。そ、あのね、前にも言ったと思うけど、僕たちスリーピングナイツはそれからは、うん、分かってる、それまででいいの。私、勇気とそれくらいの時間はある。ごめん。あ、そっか、うん、あのごめんね、急に変な。おそうだった。みんなを集めるとなる。そうだね。うん、アスナさん、キリトさん、お友達にも。ああ、では、うん、お行っちゃっ。なあキリト君、やっぱりなんて。さあ、アスナ、勇気たちに伝えた思いは本物だろう。アスナ、何か買うのか。やめんのか。また用事があったら寄れよな。